増田俊雄の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田俊雄先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生よろしくお願いいたします。はい。さてアメリカのバイデン大統領なんですが支持率が下がってきておりますね。最近の支持率で 37.8% と最低を更新しております。先生これなぜなんでしょうか。よろしくお願いいたします。そうですね、まあ、支持率なんですけども4月5月8月とそれから最近の10月、もうまさに鶴瓶落としはこのことだとこういうことでしょうね。4月57で、5月が49、そして8月に46に下がってそして今37って言うんですから、まあグラフに書いたらまっすぐ下に下がってるというそういう感じがするわけですね。まあ、この支持率というのはいろいろ理由があるんですけども、まあ、どこの国でもそうなんですけども、まあ、トランプ大統領そして、このバイデン、トランプバイデン、の決戦というのがありましたけど、皆さんアメリカの大統領選挙のことを覚えてらっしゃると思うんですが、あの時ですね面白いそのテストがありましてね、その幕を閉めるんですね。そうするとその幕の後ろに誰がいるかわからないわけなんですが、幕を閉めましたと。でそこにバイデン、候補とトランプ候補が2人、まあ、並んでるということなんですね。でそしてパッとこう幕をこう上に上げるわけなんです。でそこに1000人ぐらいの、まあ、観衆がその壇の上に立っているその2人をこう見てるわけですね。でこのテストっていうのはこの1000人の人の目ですね、目にその特殊なその観察する機会がありましてね、この目がどっちを見るかっていうのをですねパッとキャッチするんですよ。だからそのまあいわば注目度みたいなものですね。パッとこの、幕が開いた途端にですね、人々はどこを一番先に見るか、バイデンを見るかトランプを見るかと、まあ、こういう話なんです。まあ、目のきらめきを測る機会がありましてね、そうしたらですね、もう圧倒的にですね、9割ぐらいがトランプだったんですかね。そういうふうにまだいろいろなその要素はあるんですが、そういうことを総称してカリスマ性っていうんですが、カリスマ性っていうのは政策がどうだとかこうだとかいうことは抜きにですね、まあ日本では押し出しのいい人とかって言いますけどね、そういうふうにですね、この人をなんか捉えるこの力っていうんですかね、そういうものはもうほとんど訓練してできるもんじゃなく、まあもちろん訓練してある程度は上達するんでしょうけども、まあ、どちらかというと生まれつきだという部分が多いんでしょうね。まあ、生まれつきカリスマ性のある人ない人というのがいますから、でそういうカリスマ性のある人が、まあ、政治の世界に入って、いろいろと訓練すればですね、また努力すれば大統領にもなれるというこういう話なんですね。でまず申し上げたいことはですね、カリスマ性の点において、そのバイデン大統領は非常にカリスマ性が低いということ、これがまずですね。それから、まあ、アフガニスタンから撤退するその仕方がまずかったということをよく言われるんですが、アフガニスタンの政治的意味がどうとかこうとかということはおそらく 99% のアメリカ人、まあ日本の方もそうかと思いますが、あまりよく理解してないと思うんですね。ブッシュ大統領の時2001年のセプテンバーイレブンがあって、それがセプテンバーイレブンですから9月ですね。で10月になったらですね、ブッシュ大統領はアフガニスタンに侵攻するわけなんです。まあその理由は、主犯のセプテンバーイレブンを起こした主犯のビンラーディンを隠しているという話なんですが、まあ後になって分かったことですが、ビンラーディンなんかそこにいなかったわけなんですが、まあそれはどうでもいいんですが、
まあ、何らかの理由でですね、そのアフガニスタンを攻略して、そして、まあ、イスラム国家であったタリバン政権というのを倒したわけですね。それからちょうど20年経って、この間ですね、アフガニスタンにまたタリバン政権が返り咲いた。そして、アメリカ軍は全部撤退したということ。それがなんでそうなったか、こうなったかということ、あんまりアメリカの国民も世界の世論もですね、気にしないんですね。もうあれぐらいですね、イスラム政権は良くないと。テロ政権だと。こう言ってですね、倒して、民主政権を作らなきゃいけないんだと言って、まあ、民主政権かどうかは別として別の政権をアメリカが手こ入れしてきたわけですね。これが全然機能しないでダメでですね、でとうとうタリバンがこの全アフガニスタンほとんど全土を抑えてですね、でそしてアメリカもですね、かつてはタリバン政権を叩いて武力で叩いたんですが、今度はですね、自分の方からまあすごすごとは言いませんが、アメリカの方から軍を全部引き上げてですね、どうぞお帰りなさいと、こういうふうになって、だから国民からしてみるとですね、鬼のごとくその避難して、そして武力を使って平定した、その当時の言葉を使えばですね、テロ政権ですよ、ね、テロ政権、それをですね、またそっくりそのままテロ政権にアフガニスタンを明け渡して、そして米軍を撤退させると、もうこうしか映らないわけです。まあ、それにはいろんな理由があるんですが、まあ、国民というのはですね、そういうふうにしか見ないですね。武力を使って叩き出して、こういうものはこの世の中に存在してはならないぐらいのことを言ってですね、で今度はですね、どうぞお帰りなさいと言って、そっくり そのままですね、政権を明け渡すっていうんですから、これ人気が出るわけなんですね。まあ、それも一つある。それから、まあ、経済政策、あるいはいろんな政策もあるんですが、まず一番大事なことはですね、このコロナ対策。これ、やっと今頃になってですね、インフラ整備という予算100兆円ぐらいがやっと通ってですね、あと200兆円ぐらいの予算があるんですが、これがもうまさしくバイデン政権の本命のですね、グリーンエネルギーだとかで、福祉予算だとか、もう公約をした全てのもの、それを実行するための予算なんです。でこれがですね、同じ民主党の中で反対者が半分ぐらいで通らないって言うんですが、これもですね、チェーンって言うんですが、恥ずかしい話ですね。でそして先延ばしだと、こういうことでまだ通らない。で、そうこうしているうちにですね、FRB はバンバンお金はするわ、それから財政出動はするわ、でですね、マネーインフレを起こして、石油ですね、アメリカ車、社会ですからガソリン代っていうのは大事なんですね。もう去年から比べて 53% のガソリン代が上がったと。これはですね、家計にとってもこれは大変な負担なんですよ、ね、だからそういう悪いことはみんな政府が悪いんだ、バイデンが悪いんだと、こうなっちゃうんですよ。まあ詳しくすれば別にバイデン大統領が偉いわ悪いわけでも何でもないんですけど、まあ政治っていうのは結果ですから、この結果を見てですね、もうガソリン代が上がる、生鮮食料品が上がる、スーパーマーケットに行くとですね、もう主婦の方が顔が青くなるぐらいですね、毎日のように値段が上がる。で、これ全部バイデンが悪いんだと、こうなっちゃう。ですからもう、つるべ落としのごとく人気がどんどん下がっているということなんですね。これはまあ、今アメリカに起こっていることなんですが、これが日本にとって、また中国にとってどういうことかというと、中国ではもう笑いが止まらないと。中国を叩こうとして戦闘に立って日本まで巻き込んで軍事包囲網を作ってやってる本家本元のですね、大将が、大統領がもう人気が落ちて、もう死に体になってきたということですから、中国は大喜び。日本はですね、アメリカと一緒になってやろうって言うのに、その党本人がですね、ガタガタじゃ一体どうなんだということで、日米協調も考え直さなきゃならないというふうになってくるという、まあこんなことが恐ろしいですね。大統領の支持率が落ちると、これほどですね、世界にも大きな影響が出るんだということだと思いますね。増田先生、どうもありがとうございました。はい。